10N。 いやー、説明聞いよ。えーす。久しぶりの収録だ。記憶少女 G&。前回何をやったのか忘れたぜ。忘れちゃったんだぜ。ちょうどいい、マキ。さっき見つめた楽譜で演奏してくれよ。え？でも大丈夫かな？こんなところで演奏して。あ、そうか。楽譜手に入れて、まあ。そんな感じでこうなってましたよみたいな感じが。ほんと前回のパート見返す忘れとったな。見返しとけばよかったな。大丈夫だよ。あの光ってる人たちの気配も近くにないから。気配も近くにないからって、明らくそういう気配とか探知できるタイプのすごい人間だったのかい。神川流かね。明らお前よくわかるな。ほらね、えへへへ。明らくん、それ絶対そのえへへへの顔の裏に何かあるな、お前君。ま、やってみてくれよ、マーキー。こっちの世界に来てからずっと緊張しっぱなしだったしさ。うん、やってみるね。演奏終わった？終わったんだったら突っ込ませてもらうな。あー、歩夢くんさ、くつろぎすぎじゃね。あ、マキ、マキはお姉ちゃんが守るからね。え、アミって、え、マキちゃんってお姉ちゃんおる？てかアミちゃんがお姉ちゃん？え、ちゃうよな。てかマキちゃんどうした？マキ泣いてるのか？どうしてだろう。私この曲を聴いていると思い出すの。私の忘れていた大切な曲を。お姉ちゃん、そうだ、私にはお姉ちゃんがいたんだ。この曲をよく弾いてくれたお姉ちゃん、顔は思い出せないけど私には確かに似て、最後の一文ちょっと読めんかったけど、そんなことからピアノを弾くことになって、それがこういう自分の記憶へのトリガーになった感じなんだ。アイム、私思い出したの。私は虐待を受けていた女の子、サキちゃん、いやサキお姉ちゃん、白花サキの妹、白花舞。すべてを思い出したわけじゃない。思い出したのはお姉ちゃんという存在、お姉ちゃんとのかすかな思い出、それと、おお、どうした？今ちょっとチラッとなったな、何だったんだい？と、それと心部屋に閉じ込められた時の記憶、閉じ込められている時に使われたダイヤル式ロックの鍵をかける時の音。アイムとアキラ君はこの部屋には入らないで、私が確かめたいだけだから。多分ちょっと見られたくないものもあると思うから。なんなんこれ、この先何があるって言うんだろう。うん、わかった。俺たちあっちで少し休んでおくよ。お前はさっき演奏中結構すごいだらーんと休んどった感じだったけどな。瞬間的記憶、情の音を手に入れた。え、記憶をアイテム扱いとして調べれるんだよ。何なんだろう。昔部屋に閉じ込められている時の瞬間的記憶。私たちが閉じ込められている時、南京錠のダイヤルを回す音が聞こえた。確かこんな音だった気がする。5回4回5回3回ってことかな。つまりこれもその回数通りにこれで開くんか。あ、違った。あ、え、なんかちゃうんかな、逆かな。
5回よな。4回。5回。3回。逆か。つまり3回、5回、4回、5回。あれ違う？あ！多分9の方に。0から9の方に8、7、6みたいにやったんかな。つまり、1、2、3、4、5と。1、2、3、4。1、2、3、4、5。1、2、3。これか。よっしゃ、こういうことじゃ。冴えてる。俺冴えとるわ。よっしゃ、いけるぞ。おー、なにこれ。絶対いいことはなかったな、これ。お姉ちゃんかな。この白いやつ、お姉ちゃんかな。今のは、私の記憶。お姉ちゃんは、私を元気づけるために、頭を撫でてくれていたんだね。私のお姉ちゃんは、優しい人だったんだね。大切な記憶、優しい姉。お姉ちゃん優しかったんだな。オート物。あの時の、あの記憶の頃のままみたいな感じなんだよ、これ。すごいありさまだよ、これ。何なんだろう。お姉ちゃん、お姉ちゃんは今、どこにいるの？今、何をしているの？お兄ちゃん、僕ね、お兄ちゃんに伝えたいことがあるんだ。今、二人だけだから伝えるね。お兄ちゃん、あのね。どうした？俺には聞かせてくれない？どうした？いきなりこんな展開で。いや、俺だってやけどな。なんだ？ここは。俺も聞きたいよ。お兄ちゃん。アキラ？どこにいるんだ？僕はどこにもいない。ここはお兄ちゃんの夢の世界。夢の世界？アキラくん、お前どんな存在やねん。こういう世界に導きおって。うん。でも、この夢の世界は、今、僕が作り出しているの。僕が作り出しているの？僕ね、お兄ちゃんにちゃんと伝えたいことがあるんだ。伝えたいこと。お兄ちゃん、ここから前に進んで。アキラくん、どんな人間？人間なのか、その前に。何これ、洞窟に入っていった。洞窟じゃなかった。ここは病院なのか。なんだここに。俺二人は父さん。なんだ母さんは本当に死んじゃったの。ああ、もう会えないの。ああ、嘘だよね。生きてるよね。だって昨日まであんなに明るく笑っていたのに。母さんは生きているんだ。母さんは、母さんは、歩む、母さんは死んだんだ。もういないんだ。そんなことない。そんなことないもん。いい加減にしろ。お前はこれから兄さんになるんだ。お前がそんなのではアキラはどうする。母さんの命を継いで生まれた子だ。アキラは母さんなんだ。アイエム、母さんを悲しませるな。何だったんだ今のは。今のはお兄ちゃんの記憶。また前に進んで。ってことは、アキラくんが思えたと同時にお母さん亡くなったってことなんだ。ここは、家の、今か。アキラ、お兄ちゃんだぞ。こっち向いた。顔見えてるのかな。少し見えてると思うぞ。アキラ、大きくなったら一緒にいっぱい遊ぼうな。そうだよな。まだ口聞けないもんな。約束だぞ。
お父さんのように元気に元気に、お母さんのように優しい優しい人間になるんだぞ。大丈夫だよ。お前も優しく元気に育った。アキラも優しい子に育つよ。そこだっては母さんに似ず元気に育ってくれるさ。きっと。母さんどんだけ悪い人間だったんや。なんだ、母さんは、バイク乗ってテラリロテラリロって言うてさ、女性ばっかのさ、そういう、そういうタイプのやつだったんか。よし、アキラ、今から鬼ごっこするぞ。うん、じゃあお兄ちゃんが鬼になって。お兄ちゃんが鬼になってという、いきなりお兄ちゃんとしての使命を果たさないかんようなやった。え、たくん、しょうがねえな。じゃあ10秒数えたら追っかけてやるからな。うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 いくぞー。てて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 。え、アキラ、どうしたんだ、アキラ。どうしたんや。本当にどうしたんや。父さん、アキラはやっぱり母さんなんだね。どういうこと。どうしてだろう。どうしてここは父さんにいなかったんだろう。どうして母さんと同じ病気に。病気なんだ。どんな病気なんだ。アキラ、兄ちゃんだぞ。兄ちゃん。ああ、僕ね、夢でね、お兄ちゃんといっぱい遊んでる夢見たの。夢の中では何で遊んでるんだ。金魚すくい、ヨーヨー、奥森神社のお祭りでいっぱいいっぱい遊んでるの。これパート1の内容で。え、パート1の序盤の方の内容のことを読んで。これ、そうか、よく行って遊んだよな、あそこ。あ、結構昔からお祭り行きよったんやな。うん、また行きたいな。行って、お兄ちゃんとまた遊びたいな。遊べるさ。でも僕を産む時に死んじゃったお母さんと同じ病気なんだよね。この病気は治らない病気なんだよね。歩いたりすることも喋ったりすることもできなくなっちゃう病気なんだよね。何言ってんだよ。大丈夫だ、そんなことない。本当？ああ、祭りも兄ちゃんが連れて行ってやる約束だ。約束約束約束。ユービギルネーマーメメ。でもアキラの病気は治った。そしておこもり神社の祭りにも元気に普通に行けるようになった。よかったで。じゃあなんでこんな状態になったの。なんでこんな夢の中で通わされそうな感じだったん。アキラ、アキラ、今日は何の日か覚えてるよな。去年約束した奥森神社の祭りの日だ。行くぞアキラ、いっぱい遊ぶぞ。え、でもベッドの上アキラくんおらんで。誰もおらんで、どういうこと。アキラ、久々によ、昔一緒に遊んだ空き地に行こうぜ。何今の。終わるの早い、終わるの早い。やばいな、これ。よし、アキラ、今から鬼ごっこするぞ。絶対これ幻覚見えとるで。あ？ったくしょうがねえな。じゃあ10秒数えたら追っかけるからな。あの時の撤回になっとる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 よし、行くぞ。何を追いかけてるんだ、この子は。待てー。それでな、アキラ、俺さ、言ってやったんだよ。そいつにバカ野郎ってな。なあ、聞いてるのか。アイム？悪い。アキラを家まで送っていったら遅れちまった。これに関しては今、ゲームの序盤の話じゃなかった？いや、
俺もアキラ連れてこようと思って誘ったんだけど、アキラのやつ家にいるって言ったから一緒に来なかったんだよ。そうなの？具合でも悪いのかな？かもしれない。あいつ病み上がりだからさ、すぐに体が動かないんだと思う。じゃあ11月の秋祭りはアキラくんと私たちみんなで一緒に遊ぼうよ。いいのか？うん、アミもだよ。ありがとう。じゃあ帰ったらアキラに伝えておくよ。お兄ちゃん、僕は昭。わー、わー、お兄ちゃん、僕はもう死んじゃってるんだ。お兄ちゃん、僕の伝えたことだ、伝えたかったことはこれなんだ。僕の死を受け入れて。何言ってんだよ、アキラが死んでるわけ。わー、受け入れてよ。兄ちゃんが僕の死を受け入れてくれないから心配で、僕は成仏できずにずっとこの霊道をさまよっていたんだ。霊道になってしまうのを怖いながら、ずっとずっとお兄ちゃんが僕の死を受け入れてくれるのを待っていたんだ。すごく苦しいんだ。今にも僕は悪霊と化してしまう。だから受け入れてほしいんだ。だからあの迷路でスニーキングミッション的なことやりよった時に、お前はぐれたのに俺が忘れたんや。はぐれたことに俺わからんかったんじゃ。俺も分かってはいたんだ、アキラが死んでいること。でもどうしても受け入れられなかった。当たり前のように一緒にいて、一緒に遊んで、一緒に成長してきた弟が突然いなくなっちゃうなんて、俺は耐えられなかったんだ。俺はアキラは生きているんだと自分に思い込ませることで現実から逃げてしまったんだ。でもそのせいで俺はお前を苦しめてしまったんだな。ごめんな、アキラ。ごめんな。兄ちゃん、兄ちゃん、ありがとう。これでいつでも成仏できるよ。兄ちゃん、兄ちゃんに僕の力をあげる。いざという時役に立つと思う。力？うん、霊力って言うんだ。アキラくん、アキラがちょっとブリーチの死神なんか、口切るギアにあって力を分けてもらったな。本来生きるべきだった残りの命の分の力、あの光っている人たちも持っているんだよ。僕の姿を霊道で具現化するのにもこの力を使っていたんだ。じゃあその力を俺にあげたら、アキラの姿は？もちろん見えなくなる。でも心配しないで、姿がなくても僕は兄ちゃんのすぐそばにいるから。最後にこんなに早く死んじゃってごめんね、お兄ちゃん。アキラくーん、戻ってきたのか。いや、今のはただの夢だよな。な、アキラ、影だけ残って消え去っとる。アキラ、あれ、アイム、アキラくんは？アキラは本当はいなかったんだ。え？あのな、マキ、アキラは。なんかどんどんなんか過去のまずいもんがどんどん出てきよる感じがするで、これ。いや、よし、今回すごい悲しい話だったけど、今回この辺にしときます。ご視聴ありがとうございました。週上げ。アキラくん、これまでおかしいと思ったらもう死んどったんじゃ。
それだったらスニーキングの時にはぐれたことに気づかんかっても不思議じゃないよな。うん、みんなもそう思うよな。なんかダークさが前作や前々作とは段違いで強いような気がするな。